高橋智也は、日本のプロボクサープロ格闘家。京都市北区出身。京都プロ格闘技団体ボンクラッシュ代表。高橋格闘スポーツジム代表。京都格闘イベントプロデュース連盟代表。世界、WSCS ヘビー級、チャンピオン。世界はイビシヘビー級、チャンピオン。世界、WNFC ヘビー級チャンピオン。京都市北区出身。唐久中学校。 花園高校卒業。最強追い求め喧嘩に明け暮れた青春時代を過ごす中で格闘技と出会う。2009年、京都で格闘技団体、ボンクラッシュを結成する。結成当初のメンバーは5人で、ジムもなく路上で練習していた。当時、駐車場で練習し騒いでいたため、警察に通報されたこともある。2014年、 高橋25歳の時、京都市北区で高橋格闘スポーツジムをオープンする。2015年時は、ボンクラッシュチームと高橋格闘スポーツジムのメンバーを合わせて60人ほどである。この年に WSCS 世界ヘビー級タイトルを獲得する。2019年に行われる WSCSWNFC 世界ヘビー級タイトルマッチ統一戦で、 元日本ボクシング連盟会長さんねアにボクシングセンスを買われ、世界ワイビッシュヘビー級タイトルマッチ挑戦権を手にし、WNFC 世界ヘビー級チャンピオンダニエル・ハットに判定の末にニからーで高橋が勝利し王座を獲得した。2011年12月23日、最初の格闘ボクシング大会を京都市中京区のクラブラボトライブで自主興行する。 金網で囲われた3メートル四方のリングは世界で最も狭いリングである。観客動員数は200人。2013年6月24日、2回目の格闘ボクシング大会を KBS ホールで自主公行する。観客動員数は600人。2014年7月6日、3回目の格闘ボクシング大会を KBS ホールで自主公行する。 観客動員数は800人。2015年12月20日、大クシング連盟認定の大会が KBS ホールで開催される。観客動員数は1100人。2011年12月23日、骨折1でガーニ・フィリップと対戦する。高橋野ー RKO 勝ち。2013年6月24日、骨折2でプロの格闘家、イチョンスと対戦する。 高橋の一 r k o 勝ち。二千十四年七月六日、骨折三でアレックス・オリベイラと対戦する。高橋の二 r k o 勝ち。二千十五年十二月二十日、タイボクシング連盟認定。ラファエル・ティシェイラ・サントスと対戦する。高橋が判定勝ち。このタイトルマッチは二千十六年一月二十四日二十五時四十五分、大阪 TV でドキュメンタリー タイトルマッチとして放送された。2017年8月13日、タイボクシングプロ格闘技連盟へ認定。ミルトンと対戦する。高橋が 1RKO 勝ち。2019年9月29日、山根明プロボクシング新団体。ダニエル・ハットと対戦する。高橋が2から0判定勝ちし日本人初、プロボクシング3団体、統一世界ヘビー級チャンピオンとなった。 2020年5月31日、山根明プロボクシング新団体、高橋智也初防衛戦無観客試合、ダニエル・ハットと対戦する。前回のハットとの対戦では、拳を骨折し、判定勝ちだったが、今回は31秒小勝ちの大会最速記録で、ワイビッシュ世界ヘビー級、タイトル初防衛に成功した。総試合数、7戦、勝ち7勝、負け礼敗。 小勝五個。2015年12月20日、世界 WSCS ヘビー級タイトルマッチに日本人として初めて挑戦する。2015年12月20日、KBS ホールで世界 WSCS ヘビー級ランキング1位のラファエル・ティセイラ・サントスと対戦し、判定により世界 WSCS ヘビー級チャンピオンとなる。2019年9月29日、 KBS ホールで、元日本ボクシング連盟会長3年赤新団体、工業はイビシ世界ヘビー級、タイトルマッチ、WSCSWNFC 世界ヘビー級、タイトルマッチ統一戦、で、世界、WNFC ヘビー級チャンピオンのダニエル・ハットと、対戦し、判定により日本人初3団体統一世界、WSCS はイビシ、WNFC ヘビー級チャンピオンとなる。 2020年5月31日、KBS ホールで、山根明新団体工業和菱世界ヘビー級、タイトルマッチ、和菱世界ヘビー級タイトルマッチ、で、元世界、WNFC ヘビー級チャンピオンのダニエル・ハットと、対戦し、31秒でご勝ちし、大会最速記録で、初防衛に成功した。ありがとうございます。